お邪魔しまーす。はあ、疲れた。はあ、たく疲れてんのに起こしたら。え？なんで来たのかって。はあ？お前が俺を呼んだから来たんだろ。お前マジ勘違いすんだよ、そこらへん。冗談？いいけどな。なんだよ、どうした今日は。何？勉強してんの？あ、え？資格取りたいんだ。資格の勉強してんの？何の資格？どれ？まあ確かにそれは俺は持ってるよ、その資格は。だからちゃんと言ってみ。俺に教わりたいんだ。めんどくさい。人に教えるってマジめんどくさいかな。マジ難しいかな。自分でやるのと人にやらせんのって全然違えかな。お前ちゃんと分かって言ってんのか。絶対分かってねえだろ。まあ確かにな、俺は取れたよそれ。でもお前はどうかな。まあ割と俺は普通に取れたけど、お前頭良かったっけ。まあ頭いいとか悪いとかは別に関係ねえか。お前が頭悪いのは変わんないけどさ。あ、でも頑張ればいいんじゃない。俺は今日は教えないよ、やだ、めんどくさいし。今日は自分一人でやりましょう。でももう俺もう疲れたし、今日は帰る。腹減ったし。お前飯食った？食ってないんだ。あ、そう。じゃあなんか家で作れって食べれば。俺は家でもう準備してるからいい。じゃあね、バイバイ。また明日来るわ。その資格の本持ってくるわ、明日は。明日から教えてあげるよ、じゃあ。また明日、また明日の。おやすみ。